元気殿、嬉しそうですね。何かあったのですか？あなたに見抜かれてしまうなんて、自分では浮き足立っていないつもりだったけど。すみません、余計な詮索でしたね。いいえ、あなたにも関係ありそうな話を。実は充実した書庫を見つけたの。高影殿は書を読むのが好きと聞いている。だから。ええ、はい、書庫があるなんて願ってもない幸せです。よろしければご一緒させてください。もちろん、世界が違っても文字を追っていないと落ち着かない人がいる。私だけじゃなくて嬉しいもの。では案内するからついてきて。はい、ありがとうございます。